ホーム高野山駅は、和歌山県糸郡高野町にある、南海工作線の駅。駅の標高は867メートル。駅番号は NK87。近畿の駅100線に選定されている。改修前の駅舎2階待合室東端式2名に線の、階段状のホームである。駅舎は1928年完成の木造2階建て。 洋風建築を基調とする外観で、高野山の玄関駅らしい頂上に報酬を載せるなど、寺院風の法業作りの屋根を持つ。1階がコンコース、2階が待合室である。待合室には、自尊院や高野線の歴代車両の写真などが飾られ、また展望室もある。この駅舎は2005年に国の登録有形文化財に登録された。 2015年2月22日、駅舎の改修工事が完了し式典が取り行われた。二つのホームは乗車用と降車用に分かれており、それに対応して改札口も入り口と出口が別になっている。日、時間帯によっては全車のホームを乗車、降車兼用として使うこともあり、さらに車内保温のためにケーブルカーさん上側の一番。 前の扉だけを開放することもある。当駅は、駅長が配置され、下古沢駅、高野山駅の各駅を管轄している。自動券売機1台と、券売窓口があり、特急券や、観光列車、天空指定券等は、窓口で購入、指定券引き換えを行う。2019年度の1日平均乗降人員は2010人で、南海の駅では67位である。 各年度の1日平均上工人員数は、下表の通り、駅前広場、バス駐車場となっている。駅前に、奥の院など、高野町中心部へ向かう南海林間バスのバス停と、タクシー乗り場がある。それ以外の施設は、土産物点検食堂1軒とコインロッカーのみであり、高野さんへのバスタクシー連絡所という意味合いが強い。バス停では、 バス1日乗り放題のチケットも売られている。2011年に高野さんがミシュラングリーンガイドの三つ星観光地になってからは外国人の乗り換え客が増加したこともありシーズンを中心に多くの案内係員が駅前で乗り換えの案内を行っている。一般路線バス高野さんスカイライン急行バスなお南海林間バスの他に3内に乗り入れる。 定期路線バスは、行政施設や土産物屋が揃う南海林間、バス専住院協停留所に、それぞれの、高野山停留所があり、また大獣オレンジバスなどの不定期観光路線バスや、その他の団体向け観光バスは、大型の駐車場を備える南海林間、バス奥の院前停留所付近に発着する。ありがとうございます。